陽光台幼稚園の太田様からの多額のご寄付、本当に誠にありがとうございました。まあ、こちらの方に、方面を不満がありますけど、まあ、これもしばらくこういう形で、掲載しておくつもりでおります。まあ、今回の工事もですね、当初から金子建設ご指名ご契約いただき、9月末から工事が始まりました。始まる際にご神体を神主さんの方に預かっていただきました。まあ本日こういう形で、ご神体神様が戻ってこられるということで、竣工式と合わせて、まあ神様ご神体をお迎えする先祖祭、本日無事皆様の前で遷座できましたこと、本当にありがとうございます。これからも地域の皆様の心の拠り所として、また交流の場となるよう努力していきたいと思っております。本当に寒い中ありがとうございました。合計107名ものですね、ご寄付のおかげで、流れの夢でありました、市民伝統手入社がですね、出来上がりました。誠にありがとうございました。その中でもですね、多大なる、ご寄付をいただきました元横田幼稚園の園長太田富子様へですね、感謝状を授与したいと思います。なお太田様はですね、高齢のためですね、本日はお越しになれません。代理としましてですね、恐縮でございますが、一応私が受け取って、後日園の方にお持ちしたいと思いますので、よろしくお願いします。感謝状、太田富子殿。貴殿は新殿増築、出水社新築にあたり温かいご理解と多額の寄付をされました。氏子一同誠に感謝に堪えません。本日先祖祭を挙行するにあたり深く感謝の意を表します。平成30年12月13日宗教法人若宮御霊神社氏子会長金子隆夫。
ました。次にですね、先日、全国の神社総代会長ということもありまして、若宮御霊神社のですね、北見責任役員とですね、松浦総代役がですね、神社に長く貢献されたということで表彰されました。ここでもう一度ですね、皆様の前でお披露したいと思いますので、よろしくお願いいたします。松本宮司の代読で、お願いいたします。松浦総代役お願いします。表彰状、松浦寺殿殿はい、お二人を代表して松浦さんの方から一つお言葉をご頂戴いたします。皆さんこんにちは、松浦照殿でございます。今日は晴れの場でですね、こうして表彰を受けましたけど、誠に全国の申し上げございます。この若宮神社ですね、これからもこれを契機にますます、ね、発展させるということをですね、誓いまして、お礼の言葉といたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、神社増築デビル社新築事業の施工業者であります金子建設様への感謝状の授与です。宇治工会会長金子高雄から、金子建設社長誠に先ほど言いましたように、こちらの建物もですね、平成元年に、新築施工をさせていただきました。なおかつですね、引き続き、神殿とそれから手水舎工事、契約させていただきまして、本当に立派にできたかなと、私もそう思っております。一応感謝状、株式会社金子建設代表取締役金子俊一殿、記者はこの度神殿増築デビル社新築工事に関し優良な技術と豊富な経験を持って工期内に見事に工事を完了させられました。その努力に対し敬意を払い深く感謝の意を表します。平成30年12月13日宗教法人若宮御霊神社宇治工会長金子高雄。ありがとうございます。お寒い中、今日はありがとうございました。うちの父が、平成の時にですね、この建物を建ててから、こちらの方の神社の方をいろいろと参加してというか、いろいろお話を聞いて継続させて、私もこのような形で事故としてきて、今、これから、技術の方も会社として、この神社の方をですね、より、私の代の次の代に続けていくように頑張っていきたいと思いますし、これから反映できるように私の方も頑張っていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。本日はおめでとうございました。はい、ありがとうございました。なお、ご紹介が遅れました。私の左手におられます、若宮神社のですね、代表役員をやられています松本宮司です。本日のですね、
先祖祭を行うにあたりですね、お忙しい中いろいろとご相談させていただきました。ありがとうございました。今松本宮司からちょっと一言お願いしたいと思います。本日はお寒い中お参りくださいましてどうもありがとうございました。突然振られたわけで、特に何も用意しておりませんが、平成になりましてから何十年、あっという間にこの日を迎えたような気がします。この神社に来るたびに皆さん仲がよろしくて、何かあったのにな、いい神社であるなっていつも思います。これから、また、日本も新しくなります。来年どんな年号になるかなと今から楽しみではありますけれども、皆さんも健康を第一に、また神社の方でお目にかかれることを楽しみにしております。今日はどうぞおめでとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。さて本日の予定もですね、皆様のご協力により、滞りなく終了するところでございます。ここで蒲田副会長より閉会のご挨拶です。朝早くからですね、寒い中、ずっとそこにお座りになってたら足腰がしびれて大変だと思ったんですけど、そこはですね、今日は神様が降りてきましたので、皆さんの心の中にもね、神様が入ってきました。だから一番大事してほしいのはこの若宮神社をですね、もっともっと考えてほしいと思います。我々はいろいろ行事をいただいてやっていきたいと思いますので、皆さんのご協力がないとできません。よろしくお願いします。ありがとうございました。受付の時にですね、お渡ししました被災券、お帰り、こちらからお帰りになってください。お渡しください。ささやかですけどもですね、本日のお祝いの、紅白饅頭のですね、先祖祭記念の手拭いを作りました。それを差し上げておりますので、お持ちください。本日はありがとうございました。